パリでは9月からタバコのポイ捨てが禁止になることを受け、市民に対し宣伝活動を始めています。フランスでは2008年からレストランなどの屋内は全面禁煙ですが、屋外ではルールがなく、路上で回収されるタバコの吸い殻はパリ市内だけで年間350トンにもなります。Ça dépend, c'est l'habitude. Hein. Moi, je fume ma clope, je la jette par terre. Voilà, c'est l'habitude. Parisien. Parisien. パリ市は9月から旅行者を含めポイ捨てした人に対し68ユーロ、日本円でおよそ9000円の罰金を科す方針です。